父ちゃんと日本酒飲んでた。まあ、俺勢いよく飲むからな、本当に。そんで、うん、あのゲロ祭りになっちゃって、ちょっとやばい。で、酔いも冷めぬまま、3時半だから4時半ぐらいに寝て、で、9時にバイトですよ、今日朝。つらっ。あー、ダメだな。ゴリラとジャンクラ交換か。あ、じゃあいいんじゃね。正味、ジャンク殺してくれるんだったら、あ、ゴリラ殺してくれるんだったら、役目果たしてる。チャンヤ、上食べる？ごめん、あっち拾えない。オッケー、ナイス。リザレクションはオッケー。オッケー、ナイス。あ、だけどお前、あ、危ね。あ、あの、あれ入ってた。やばい。死んでもいいよ。あ、いや、これは大丈夫。これは行こう。ナイス。なんだ今の、なんかのショット当たったな。あ、電磁の適当ショット当たった。ん、当たったのか今の。何や、しないでしないで。さすが、オッケー。耐えてる耐えてる。みんなを守ります。あー、源氏が死にかけなんのに。あー、源氏は、オッケー。さすがですね、リーパー。ナイス、ナイスだね。オッケー、リザレク今62か。いや、この距離だからな。多分リザイク溜まる前に突破されるか守り切るかのどっちかだと思う。そうだね。うん、まあ、あると考えて味方落ち始めたら落ちるわ。オッケーオッケー。もう落ちんのも敵の実力いいと思うんだけど。オッケーオッケーオッケー。まあ、このレベルの味方だと庶民そこまでお前依存でもないと思うから大丈夫と思うけど。ああ、やばいな。アナのそれがな、強い。回復できないのが痛すぎるね。あ、オッケー、リザレク。まあ、どっかしらのタイミングで。ていうか、とりあえずザリア見るわ、俺。あー、ハンマーダウン。ハンマーダウンは良かったけど。一枚だから俺まだ、全然。オッケー、あ、マシじゃねえ、ヒーラーが死んだ。あ、これだ。ナイス。あ、上トップ。オッケー、サンキュー。助かった。多分生きる。生きた、生きた。現状 OK。 プレッサーがいる。タイム、もう一ここにディバ。あ、これで、でもこれ帰るか。 OK、 ナイスまくり。いいですね。じゃんじゃね。タイミングない。10秒か。あと1回ありそう。ゴリラディバだったから多分ウルト、うん、来てる来てる。みんな走りつけたな。ディバ壊れて、あ、ウルト溜まったわ、俺でも。オッケーオッケー。やばい。大丈夫、敵、まじ、一人ヒーラーと、もう一人ヒーラー落とした。あ、な、あ、いいね。オッケー。間に合うかな、リザレクトして。敵あとルシオと、でも現実だけか。オッケー。いったんじゃね？ナイスー。よし。だからさ、眠い上にさ、気持ち悪い。え、何杯くらい飲んだの？トミトミが吐くって結構でしょ。え、10は飲んだな、ジョッキ。で、一回調子乗って、あ、じゃあ大ジョッキでっつって、うん、地元大ジョッキ、あ、そう、あのバイト先の
ちょっと飲んだんだけど、まあ、じゃないと帰れねえよな、12時半からだから。そうだね。なんかバイト先のマネージャーと飲んだんだけど、なんかマネージャーが人を連れてくるよって。おお、はあっつって、そしたら女の子の紹介だったわ。おお、どうだった？かわいくなかった。奥さんもどうだったっつって。いや別に、そのまま一日しっぽり生きる流れじゃないの？え、生きるって？え、それはもう、それも武蔵小山のホテルですよ。そう、武蔵小山にホテルがないし。あ、ないの？マネージャーってさ、だってバイト先のあれだよ、上司だよ。え、女の子は違うでしょ？女の子は違うけどさ、いやだってバイト先の上司がいる中でさ、あー、じゃあちょっとこれから行くって言うわけなくない？だって女の子紹介したかったでしょ、マネージャーは。そりゃそうだけどさ。まあね。てか、やべえな。今の試合さ、前半すげえ調子よくてさ、19キル0ですって、キル金ダメ金なの。ちょっと待って、やば。残そうと思ってんだけどさ、これ、残したくないんだけど。ちょっと待って、これ変な話入ってんのよ。会話の内容的に。会話の話やばいだろ。俺も大概なこと話してんだけど。罠？やべえ、酔ってて今仮面よく、あー、あれバスティか。お前それやめろよ、マジで負けんじゃねえぞ。ワンチャンバスティだから変えた方がいいかもしれん。あー、待って、これ奥のソルジャーから先やった方がいいな。だいぶバスティがやべえな、これ。ジャンから出した方がいいかな。少なくともゴリラ死ぬわ、これ。違う、飛び込んじゃえ。空系のやつがいないから、いやー、ルシオに追われた。敵タンク1だしな。あー、ナイスだな。ここは変えないと。早く出した方がいいわ。でオリーさんのガード割ってからだな。うん、誰かが落ちた瞬間に決めたい。うわ、あいつがだいぶローになってんな。ルシオ死んでるわ、そういう相手。あ、ゲンジが落としたな。ナイスナイスナイス。だったら行こう。いや、とりあえず、ウルト、ソルシャが死んだね。ウルトあるから。あ、でもこれ行ったろ。やべ、あぶね。オッケー、ナイス。ナイス判断。いや、でもゲンジがバスティ落としたから大きいわ。死に死ねたな、これは。あれ。日本酒飲みやすいんだけど、周りが早くてやばい。